鈴木みのり様推しの、 かの方からで、はい、という方から、はい、私は現在中学1年生なのですが、もう夢を持っているガキです。だってそんなことないよ、そんなことないよ、はい、ちなみに将来の夢は鈴木みのり様みたいな声優になることです。マクロスが大好きなので将来マクロスのオーディションを受けようと思います。皆様これからも頑張ってくださいとのことでございます。ありがとうございます。素敵な話ですね。素敵ですね。なんかあの畑中さんが、ね、いつもメールを選んでくださるんですけど、はい、畑中さんがこの方 の、 あの文章の感じとかかわいいなって思ったらしくって、ぜひ紹介してて、自分で自分の読むのあれなんでって言ってね、畑中さん、健さんにお願いしてくださったんですけど、いや嬉しいですね。みのりちゃんみたいになりたいってね。え本当になっちゃダメですけどね。そんなことないよ、みんなの夢と希望なんだから。いや、まあ、マクロスの歌姫っていう時点では誇らしいものですけど、鈴木みのり様のようになってそれはいいのか悪いのか分かりませんけど、いいでもね、私もあの憧れの方のラジオに送って読まれたりとかして、それがすごい大きな頑張る力になっているので、なんかね、そういうきっかけになったらいいなと思いますので、この方は、うん、あのマクロスが大好きだから将来マクロスのオーディションを受けようと思いますっていうふうに断言してるんだけど、それだけこのマクロスという作品がずっとずっと続いていくんだっていうことをこの子はあの信じてやまないわけじゃん。いや、でも続きますって。そうそう、僕らもそれを信じてるし、だからこの素晴らしい作品をもっともっといろんな方々だったり世界だったりに届けたいなっていうふうに思ってますから、はい、やっぱこう志が高いね。ねえ、まあ、いつか会えたらいいね。だから僕らもこうね、なんかこう背筋伸ばしてまた頑張っていきたいなと思う所存でございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。行けば会える、会える、きっと、ね、ありがとうございます、ね、はい、はい、ということで、なんかちょっと嬉しい恥ずかしな、ありがとうございます。頑張ってくださいね。いや俺らも頑張ろうね、はい、頑張りましょう、うんうん、ということで皆さんからのお便り引き続き募集しておりますので、はい、あのですね、うん、前回ご紹介した鈴木みのり様推し括弧中学1年生女性の方からね、はい、お返事が来たのよ。お返事がね、はあ、もう文通みたいな感じに。いやありがとうございます。ありがとう。お便り読んでくれてありがとうございます。読まれた読まれたと言いながら家で泣いてました、うんうん、親にマクロスのオーディション受けたいと言ったら賛成してくれて、あら、私のみのり様愛も分かってもらえました。最近は私はアプリしなくて、読んでるとしまさんアプリするとこだ。最近はワルキューレの歌の振り付けを覚えて、おすごい、ライブの練習みたいな感じで頑張ってます、うん、セリフもマクロステルタ王道の覚悟するよを一人で練習してますっていう、もうすごい意気込みが伝わってくるお便りが届きました。嬉しいね。嬉しいですね。素晴らしいですね。もう相当ね、畑中先生がね、もう可愛い可愛いって言って、ね、選んでくださったんですけど、まあただオーディションするときはまあ厳しいかもしれませんね。そう、みのりちゃん何千人から選ばれたん？マウントみたいな。2000年でどんどんやっぱりあのマクロスっていう作品がいろんな人に知れ渡っていくんで、中島さんが受けた時5000人で、フロンティアでね、そうだったんだ、もう思いっきり知名度が余計上がって、もうただでさえあるのに、ね、で8000になって、デルタがね、私は8000人だったんですけど、多分もうマクロスの凄さっていうのは、うん、どん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 あるんで、多分なんでしょうね。でも私はあの他のインタビューとかでも言うんですけど、うん、これは本当にあのいい意味でたまたまだったと思うんですね。まあ、たまたまって言い方するとなんかあれなんですけど、うん、ご縁だと思ってるんですよ、キャラクターとの、はいはい、なので、うん、その私が一番歌がうまかったとかお芝居がうまかったとか何か秀でたものが特にあったってわけじゃなくって、この今回のマクロスデルタっていう作品やる時の、うん、そのキャラクターで生まれたキャラクターのフレイヤと相性が良かったっていうのが、うん、このオーディションの、選ばれたきっかけっていうか、ね、うん、ことだと思うので、このね
あの私のことを応援してくださってる12歳のガールもが、そのマクロスというよりマクロスもそうですけど、なんかいつか出会える自分の、まあ、声優さんになりたいのか、はたまたマクロスの歌姫になりたいのか、まあ、形は人それぞれかもしれないですけど、そのご縁が来るように自分を磨いていればいいんじゃないかなって。私は当時はその緊張を楽しむとか笑顔が自分の武器だって思ってたことがたまたまフレイヤのキャラクター性に合ってたっていうのがあると思うんで、そのじゃあ自分らしくってことなのかな。そうですね、自分らしく自分の武器を磨いていたらきっとそれにこう似合ったって言い方は失礼ですけど、こう何かこう縁を感じるキャラクターだったりとか職業との出会いがあると思うので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。 SNS には気をつけろですかね。あの芸事を目指す人はみんな SNS には気をつけろ、ね、はい、勉強になります。サイバーセキュリティを見ましょう。オーディションで言うと、はい、プレイヤーっていう役あったんだけど、うん、役あってキャラクターの絵もあったんだけど、はい、あのみんなやっぱ上手い人だったりとかいっぱいいたんだけど、可愛い人たちいっぱいいたんだけど、みのりちゃんが入ってきた時にあのプレイヤーが完成したというか、プレイヤーの一部が入ってきたっていう感じはみんなあって、え、もうじゃあ声という魂がそうプレイヤーが来た感覚一致したんだ。でもその台本があったんですよ。プレイヤーのなんか仮の設定のキャラみたいなのでもらって、あの共通点とかがあって、うん、あ、もうこれは来たってなんか受ける前にビビッと来て、で当時ねミラージュさんとか三雲さんのもっとカリカリカリバージョンのキャラクターも2つ見てみてーなー、それ見たんですよ。なんか三雲とミラージュが混ざったようなキャラクターとそのフレイヤの2パターンだったんですよ。三雲王子みたいな、三雲王子分かれていったんだ後から。そうなんですよ。あって2つあった中でどっちか声かけられますよって言われて、どっちも台本見てたんだけど、やっぱりフレイヤの方にご縁を感じて、でも自分がフレイヤーやりたいですって言って受けれるわけじゃないので、ちょっとそれも言っていただいてっていう感じだったんです。ちょっとこれこの話で1時間ぐらいの場合はない、そう長くなっちゃう、もっと聞きたい。とにかくあの応援してくださってありがとうございます。きっとねこれ見てる方、うん、他にもねフレイヤーだったりとか他のねキャラクター大好きな方いっぱいいらっしゃると思うので、皆様に平等に感謝を、センキューです。私だけじゃなくて、サンキュー、サンキューだよね、本当に。ということで、素敵な話だった。はい、引き続きマクロス .jp のマクロスが止まらないにメールフォームがありますので、お便りゴリゴリ待っております。